調整はもう終わりなの？お姉さん、もっとすごいの期待しちゃった。だったら、今度はお姉さんが調整してあげようかしら。そうよ、調整。男の子はいろいろと調整が必要でしょ。恥ずかしがらなくてもいいのよ。お姉さんがリードしてあげるから。さて、どこから調整してあげようかしら。あらあら。それじゃあまた。誰だ。正解。あらあら、嬉しい。一緒にお出かけしようと思ってきたのよ。ね、行きましょう。行くって言ってくれないと。お姉さんの尻尾がチクッとしちゃうかも。素直でよろしい。さあ、お姉さんとお外でデートよ。早いんだから。追いかけるのも大変だったわよ。
ねえ、もしかしてお姉さんのこと嫌いなの？嫌いじゃないってことは嫌いの反対だから好きよね。そうよね。あー、よかった。心配しちゃったわ。いいこと聞いちゃった。男の子だもんね。精のつくものたくさん食べないと。好きなもの何でも頼んでいいわよ。お金なんて気にしないでいいから。実はお姉さん、ちょっとこのお店に顔が利くのよ。だから任せてもらって大丈夫。注文を決めましょう。はあ、若いわね。きっと釣り合わないよね。お姉さんと君のこと、やっぱり勝てないわ、若い子には。君だって年上すぎるのは嫌なんでしょ？本当に？いいの？ありがとう。お姉さんも頑張ってみるわね。手をつないで帰ろっか。お姉さん、青春がなかったから今やっと青春できたって感じよ。お姉さん嬉しくて。ごめんね。お姉さんをパートナーに選んでくれてありがとう。年なんて関係ないって言ってくれたでしょ。それにほら、一緒に寝ちゃったこともあるでしょ。あんな深い関係になっちゃったらもうね。だから今日はこれを持ってきたの。
じゃじゃーん。言い名付けの契約書よ。後から揉めると嫌でしょ。だからはっきりしておこうと思って。さあ早くサインしてね。お姉さん逃がさないから。ごめんね、わざわざ。どうしてもここに来たかったの。ねえ、知ってる？この龍樹の下で誓った二人には永遠の愛が訪れる、そんな言い伝えがあるんですって。ほんと素敵ね。というわけだから、お姉さんお祈りしちゃうわよ。君と永遠に仲良くできますようにって。あん、嫌だって言っても遅いわよ。お姉さん前に言ったでしょ、逃がさないって。末永く可愛がってね。